皆さんこんにちは。ユニコーンオーバーロード、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、エルヘイムでプレイ中です。前回はですね、なんだっけ、こちらの、神樹ですかね、精霊の森の神樹というクエストを、クリアしまして、こちらの大木ですね、こちらの方を、死守することができたというようなシーンをお届けしました。敵がね、火を放ってですね、火事になってたんですが、それを、消すというイベントでしたね。で、いくつかですね、町を解放できたんですが、一応ね、一通り回って解放して、納品も済ませてですね、守備兵も配置した状況ですね。で、武器屋さんとかも一通り回りまして、これちょっといいなというのは全て購入しました。これ赤い字でソールドアウトとなっているのが購入したものですね。ちょっとまだね、具体的に使った感じはないんですが、この飛竜の手綱、これはね、めちゃくちゃいいです。また、ご紹介は しようと思うんですが、あとは珍しい武器とかも一応買いましたかね。で、これね、マップ画面で三角ボタンを押すとね、こういう風に武器屋さんの情報が見れますので、非常にやりやすいですね。この辺も買ってるアイテム結構ありますね。はい。で、今日はですね、まずこちらの町の解放に行きましょうかね。ちょっと黒くまだなってるので解放してないというところですね。はい。この橋を渡って、これなんかある、やばい、あれ、これか、これですね。これ東の町がまだ支配されてるって言ってますね。あ、レベル21ですね。さっきというか前回よりもかなり難易度が上がるのかな。まあでも大丈夫でしょう。やりましょう。これ多分町の解放戦なんで、おい、何をしている。あそこにいるのはエルトリンデか。なんだ、用があるなら声をかければいいじゃないか。静かに。エルトリンデに用があるんじゃないのか。なぜ盗み見るような真似をする。君は一体何者だ。ここでは話せない。ついてきて。私はガラドミア。かつては巫女を守るコノエだった。かつてゼノイラ軍が侵攻した際に許されない失態を犯したのだ。
部隊を全滅させたばかりか、己の命惜しさに巫女の居場所を敵に。それからずっと今まで身を隠してきた。そりゃ顔向けできないな。なんで今さら出てきたんだよ。解放軍がラウルハル城を奪還したと聞いて、もう一度私も巫女の弓となりこの身を捧げたいと思ったんだ。そのために武勲を立てきっかけとしたい。どうか巫女には内緒で共に戦わせてくれないか。隠す必要はないだろう。正直に話せばいい。君は詫びに行くのに土産も持たずに行くのか。確かにな。いいじゃないかアリン、長いこと反省したみたいだし協力してやろう。さすがレックスは話がわかるな。なんで名前知ってるんだよ。物陰からずっと見ていたからな。はあ、何か釈然としないが役に立たなければ抜けてもらうぞ。弓の腕は衰えてはいない。必ず役に立とう。もうまた新たな人が仲間になったのかな。もうこう広いなこれ。あれさっきの人入れないといけないのかな。どうなんでしょうね。入れた方がいいんでしょうね。あ、4ですね。やっぱこうマップが広いとか狭いとかで最初の初期部隊が決まるっぽいな。ここにアイテムが一つある。ここにも一つ。結構広い。ここにも一つ。どうしますかね。入れますかね。入れるとしたらどこに入れるか。フライ部隊に入れるか。ヒルダ隊に入れるか。アデル隊に入れるか。ここに入れてみましょうか。あれ？さっきの名前何でしたっけ。あれちょっとごめんなさい、名前がわからないな。弓兵だったのは間違いないんだけど名前がわからないな。この人ではないよね。あれまだ戦えないのか。あれどうなんだこれ。もういいか。まあ途中でね、増援部隊に入れることもできるでしょ。よし行こう。よし4部隊、まあいつもの4部隊だ、ね、出撃いたします。クラウディア隊出撃よ。それと、フラウ隊行きます。とりあえずここ取りましょうか。フライブやってみせます。向かいます。どういたしましょう。で、アレイン隊で先を急ごうか。ここになんかあんだよな。とりあえずこの橋目指そうか。よしで、フラウ隊は海側から行けるんだけど、そう
だな。あんまり出すぎるのも良くないしな。これは何舞台？これは魔術兵。魔術兵？魔術兵ってなんだろうね。これ後衛から撃ってこれんだろうが、ちょっとその辺が気にはなるな。まあこいつやっつけようか。はい。で、待ちわびたわよ。グラウディア隊はここの、了解よ。アイテムを取り行こう。着きました。よし、着いた。ちょお任せください。クライブ隊を前に進もう。任せてください。やっぱりガラドミアがあれだね、どっかにいるんだね。あれ、あーそうですか。あーこれ参加するって言ってもこっちで操作ができないパターンだね。このグリーンの時は一応味方なんだけど操作できないという、そういうカテゴリーの感じですね。で多分全滅すると仲間にならないとかそういうペナルティがあるんだろうね、はい、まあいいでしょう。よし、どんどん行こう。俺が相手だ。これもう一発、まあ最初なんでちょっと見ましょうか。少し、設定をねいじったりしてます。さらに強くなったのアレイン隊。守る、お返しだ。甘い、やってくれた。お返しだ。稼いだ。ちょっともうね、ジョセフの役割は終わりつつあるのかもしれないね。しのいでみせよ。レベルも追いついてるし、ね、ここだ。すぐに回復するわ。集中するんだ。1だもんな。来いよ。よっしゃ、私がついてるわ。これちょっとね、今魔法攻撃力アップしたんですよ。それはねちょっと新しく追加したんです。行っておいで。よっしゃ、かかったな。叩きや、まだよ。くそー。だからヤーナの魔法攻撃がだいぶ強くなってる。勝利を積み重ねよう。もうちょい行こうか。機動力が全然違うから、さあ来い。なかなか厳しいよね。もう一度。あ、またどっかでね、距離感を調整してあげないで。本当は先に飛行部隊で攻めていきたいんだけどね。で、後から、陸路を攻め上がるっていうのが理想なんでしょうけど。しのいでみせる。ひょっとしたら最初の4部隊は。もう全部飛行部隊にして、で、ある程度敵の陣地を制圧した後に地上部隊を展開させるっていうのがいいのかもしれないね。機動力がね、飛行部隊あんまりないからね。浮き場部隊はやっぱり機動力がすごいんで、ヘッドヒールは相当強いね。やっ、こんなとこで行っておいで。これ必中なんでね。これ必中じゃないか。まだよ、どうかな。こうしてみるか。スカーレットの CP が今2残ってましたね。その辺がね、やったぞ。ちょっともったいない感はあるんですよ。
なんか違うやつに使えるんじゃないかとかね。あれ？今度また映った。すごいね。ワープションだこいつ。好きにはさせない。もうあれ引退だけでどんどん進んでいくから。あ、強いね。集中するんだ。いいよ。しまった。ここでさ、倒してほしかったよね。効かないぜ。一回で倒さないと回復しょんだよね、これ。決めてください。これが強いんだよ、バーサーが。行っておいで。ああ、倒せない。スライスっていうのは敵を倒したら。PP が1個回復するんですよ。青いしね。一緒に行きましょう。だから倒せないんだけどね。倒せない。せいだ。しまった。休みましょう。なんかマッシブチャージになるんだ。なんかちょっと変わってた。ふざけんな。任せた。あー出た回収。あーでもそんな強い強くない。クライダー OK。 続きます。倒産。またスカーレットの青石が3つ残ってる。すみません。この辺がうまくこう調整できればもっと強くなるんだと思うんですよね。よし、よし。じゃあ、あれ一体は一旦ここで注入しましょう。その間にやっ先行こうか。行きましょう。その間にクライ部隊で進みましょうかね。よし、もうちょいこう。飛行部隊が全然ダメだね。ここは抑えた。よし、ナイス。これでスタミナが減らない。さあ来い。ちょっと早送りしましょうか。集中するんだ。一応ね、アレン隊はオールマイティ部隊なんで、敵のそのクラスによって今弱くなったり強くなったりっていうのが非常にない。要はその敵のクラスによって別に左右されないっていうのがいいところ。一応私の部隊はそういう部隊を基本的には目指してます。でそれをね、作り上げるのにすごく役に立ってるのが、あの闘技場でフリー対戦みたいなやつがあるんですけど、それをねやることによってどんな敵にも対応できる部隊がまあ分かりやすいですね、作るのに。もう一部隊こっから出せるんだっけ。さてここからは出せないんだっけ。どう出るべきか。出せなさそうやね。もうちょい行こうか。じゃあ好きにはさせない。アレイン部隊、まあいいか。行っておいで。おい、すごい。しのいでみせよ。アレインもこの敵を倒したときに AP ですね、アクティブポイントが復活するような攻撃があればいいんだけど、その辺がアレインないんだよね。なんか武器で補足できたりしないんだよ。それ集中するんだ。私がついてるわ。まだよ。おまじないだよ。はあ、はずは。氷。オッケー。いい調子だ。やったぞ。もうちょい行こうか。飛
行部隊が追いついてこない。お任せください。止まってんのか。次じゃあここ目だと向かいます。相手になろう。これはもう飛ばしましょうかね。よし、この力。OK、 必ず。また少し強くなりました。レベルが上がりすぎちゃって、強すぎちゃって困っちゃうって感じ。考えるんだ。よし、こっから出せないよね。ちょっと一回放っといて、こっから出せないね。あの2部隊でどんどん行っちゃうね。まあいいでしょう。回収したわ。ガードリキュールを手に入れた。おお、またどんどん変わっていくね。大丈夫かな。飛ばしすぎじゃねえ。何から始めるの。移動するわ。こっち側はどうなってんの。よし、行こうか。大丈夫かな。飛ばしすぎじゃない。大丈夫。俺が相手だ。アレインだと2位か。負けん。ちょっとクライブで行こうか。来るなら来い。でも俺が相手だ。できないんだね。負けん。それはちょっと困るので、アレイン隊でやっぱ行こう。まあ、最悪は引き寄せの筒があるんで、それで対応したいと思います。行っておいで。そうだけど、おまじないだよ。さらに強いからね、あれ。しのいでみせよ。決める。防御を固める。おい、ね、一緒に行きましょう。やっ、よし、決める。魔力アップ。集中するんだ。オッケー。叩き切る。クライナー、うん、いい。効率、やっぱちょっと強くなってるような気になりますよ。魔力アップ。よし、若い子には負けないよ。どんどん上がるレベルが。やばい。どう出るべきか。助けに行くとかそういうのはないんだよね。さて、ないよね。会話とかもないよね。まあないね。じゃあもうここでいいでしょう。向かおう。最後ここに来んだろうね。ちょっと時間的にどうなんだろうね。さあ来い。相手になろう。こっちで行きたいんだけどな。好きにはさせない。まあ、こっちで行くか。来るなら俺が相手だ。よし、じゃあ、戦闘しよう。ちょっとここで休憩だね、一回。これぐらい。行っておいで。守る。反撃だぜ。ここだ。やってくれた。かかったら加勢いたす。ちょっと飛行部隊が来るのを待ちましょう。休憩して。防御を固め。あまりにも行き過ぎだわこれ。しないだよ。あれ、はい、頑張りましょう。やっ、よし、ナイス。ここまでだ。すぐに回復するわ。集中するんだ。くっそー、かかったな。コース、効率。よし、ナイス。いい調子だ。もっと強くならねば。買ったレベルがあった。何これ、すごいレベルがあるんだけど。休息を取ろう。よし、休息取ろう。ちょっと休息取ろう。お任せください。ちょっとここにいて向かいます。好きにはさせない。負けん。さあ来い。まあこれも勝ちだね。
しないだよ。守る。かかったら反撃だ。そうだ、ちょっとあれしようか、ブレイブスキルをちょっと使おうか。しのいでみせよ。回復するわ。集中するんだ。一緒に行きましょう、クライダー。よし、受けてみろ。行っておいで。かかったな。まだ氷。ああ、強くなったね。第六の限界だ。そしたらちょっとあれしようか。ここでお力になります。このスキル使おう。どれだっけ、ファストエール2、これですね。範囲内の味方ユニットの移動力をアップさせる。あー、そういうこと。範囲内なんだ、一部隊しかいない。まあいいんでしょう。これでスピードが上がる。頑張りますよ。どこへでもひとっ飛びですよ。まあここでいいか。はい。でこの人も待ちわびたわよ。あるんであげましょう。ファーストエール2、まとまって行動した方が得ですね、これね。何から始めるの。断然行くわ。よし、行こう。この人たちがどう来るか。次はどうしましょうか。あ、やっぱこっち来たね。よしよし、好きにはさせない。それでアレインで、行きましょう。まあゼロなんで、結局何回戦ってもね。防御を固める。反撃だ。しのいでみせろ。行っておいで。相手になるわ。守るわ。おお、なんだよ。すぐに回復するわ。よし、私がついてるわ。やっ、おまじないだよ。ゲッキングよ。叩き切る。はぁ、まだよ。もう一回。よし、ナイス。そのまま行こう。休息を取ろう。あと一部隊こいつやな。どういたしましょう。ここで入れ替わることができればいい。ここで入れ替わればね、相手になる。さあ来い。よし、行っておいで。よっしゃ、防御を固める。反撃だぜ。守る。おまじないだよ。やってやるわ。ここは俺が。回復するわ。この戦闘が終わったら休憩しましょうかね。それで、その休憩中に頑張りましょう。やった。ちょっと先の集中するんだ。拠点を制圧しましょうか。第六の限界だ。こいつはこっち向かってるんで準備万端よ。こいつがもう多分来れると思う。移動するわ。よし、じゃあここで休憩考えるんだ。で、お任せください。クライム隊でこっち行こう。任せてください。クライム隊じゃ勝てないかな。どういたしましょう。ちょっときついか。90、60、まあ一応勝てるのは勝てる。よし、行こう。何した。お、来るなら来い。よし、クライム隊の戦闘もちょっと見ましょうか。じっくりね。ちょっと楽しませてくれよ。本人の名前何だったかな。風にまかれなさい。はい、これが妖精エルフの
人がやる。立ってられるか。くそ。風の攻撃。なりしまった。寝てろ。よーし、あ、でもあんまり強くない。あ、よかったよかった。これ倒したんでまた、AP が1個1回復したんでもう1回動ける。でここでもう1回倒せばもう1回動けたんですが、ちょっと倒すことができてない。行きますよ。この騎馬隊が強い。これ何騎馬隊っていうのかな。痛かったわね。お任せを。ダークブレイク耐えろ。回復するわ。これが結構強力やね。勝ちは勝ちだけど、よし、倒すことができませんでした。まあしょうがないね。はい。もうちょい行こう。まあこれでも勝つ。負けん。これも飛ばしましょう。でちょっと航空部隊を少し待とうか。当然の結果です。お任せください。おお、待つ。ああでもいいか。向かいます。あ、また映ったね。でね、航空部隊も一応2倍できてるんで。もらっていきましょう。お、いいよ。お任せください。結構なスピードで向かってきてるんですけど、追いつかないですね。やってみせます。これでもアシストが入ると結構きついかもね。まあいけるか。とりあえず1回行きましょう。アシストが来るから、あ、大丈夫ですね。こっちもアシスト入るし。でも弱いな。せいぜい決まってる。これがいいんだよね。攻撃力ダウン、踊ってみせて。行動力もダウン。重点系に効く何か。反撃だ。なんだそれは。攻撃を。あ、でね、イーグルアイをねつけたんですよ。トラビス。で、安心してください。誰だったかな。新しく仲間になった女性でグリフォン隊の子がいるんですけど、その人がね元々つけてるアイテムがあるんですよ。で、そのアイテムにイーグルアイのスキルがついてたんで。ちょっとね申し訳ないんですけど、クライブにちょっとつけさせてもらいました。そうすると一発目の攻撃がだいたい必中になるんで、すげえ強力なんですよ。こいつは痛いよ。これがもうちょっと強かったり、一応気絶にするんで、気をつけて。まあいいんですけどね、もうちょっと攻撃力があったらやりましたよ。いいんですけど、まあまあいいでしょう。よし、あと8。2倍にしても遅いよね。ここで終わっちゃうな。相手になろう。よし、これも勝ちです。ただここで止まっちゃうんだよな。まあこれからも期待してて、ね、これ以上動くことはできません。止まっちゃうんで待つしかないね。お力になります。じゃあ今度ここまで行こうか。向かいます。何から始めるの。了解よ。負けん。よし、どこまでやれる。一息つこう。というか、クライブた人を回復する。あれに対だけでクリアできそうな気がする。風が悪くない。どうぞ。危ないところです。
行きますよ。ライブタイムもうちょっと早く攻撃してほしいな。立ってられるか。うわあ強い。勝利いたしました。休息が必要です。この人たち全然まあいいんだけどね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、お任せください。あれだね、終了しよう、はい、でクライブもお任せください。休息しよう。待ちわびたわよ。こいつが来てるから、さっきこいつを移動するわ。ちょっとここですね。よし、ナイス。お力になります。もう一回行こう。向かいます。よし、 OK、 これで大丈夫。任せて。アシストも入る。 OK、 でも結構食らうな。甘いな。強い相手。ひざまずけ。思ったより食らうなっていう。休息よ。立て直そう。あ、みんなこれ回復すんだね。あー一発じゃ倒せなかった。燃えろ。うわ、ミスったよ。かかったな。いいよ。かかったわね。もう一回。体が重い。すごい食らった。反撃よ。まずはそれを。よし、ナイス。次に備えよ。このパーティーはあれがいないんですよ。ヒーラーがいないんで。撃破したわ。まあ、最後にね、一応何から始めるの？回復系を伝えるのはいるんですけど。よっしゃ、どう出るべきか。ここを取ろう。よし、もうちょい行こう。よし、いいものを見つけたわ。オッケー、準備万端よ。これでここを取り込んだ。ちょっと待って、あ、ここで終わりかも。そうですか、ここで終わりですか。行くわ。ちょっともうちょっとやね。そうか、ここで終わりか。次で最後だ。よし、もうちょい行こう。なんで？ちょっと覚悟なさい。なんなの一体今の。速攻やられたやんか。そうでしょ。どうしよう、あれ死んでしまうのかな。ちょっと心配やな。観念しろ。やめてほしいわね。一人であれして死んでしまう。次に備えよ。回復だ。回復する。あ、もうそろそろ砂嵐が効かなくなってきた。負けない。あと2と4か。ちょっと辛いか。まあ、クライブをどういたしましょう。要望任せてください。制圧した。オッケー。さて向かおう。行こう。待ちわびたわよ。ドラグーンダイブでもしとこうか。これでもね、あんまり強くないんだよな。あ、ちょっとずつやっつけた方がいいかな。はい、行こう。任せて。縛る。まだこの人たちもサンドストーム効かないんだよね。ほら、回復よ。急速だ。ふっ、
ゃ燃えろ。なんすか。お返しだ。お返しよ。いつでも来なさい。まだやる。簡単だわね。はい。体が重い。ふざけ。継続するわ。やったー。撃破したわ。ちょっと待っとこうか。準備万端よ。まあでもいいか。行っとこうか。ここまでだね。観念しろ。次に備えよ。休息するわ。回復する。ふん。おりゃとは熱いの行くよ。反撃だぜ。おりゃお返しよ。見るがよい。反撃よ。まだ戦えるわ。ダメ、動けない。待ちわびたわよ。これは何だ。クレアボヤンス、指定地の視界を晴らす。ああこれね、あんま意味ないか。よし、じゃあもうちょい行こう。また復活したの。ガラドミア。よし、じゃあここで、必殺技を使おう。どう出るべきか。ブレイブオーダー。これ必殺技。これが強いんだよ。よし、全員にブレイブオーダー。よーし。これで負けません。オッケー。これで負けません。好きにはさせない。来るなら来い。俺が相手だ。相手になろう。さあ来い。負けんか。クライブ隊の方がダメージ入るね。カモがやってきたぜ。お前らやっちまえ。しまった。シャーマンがいるな。楽しませてくれよ。かき乱す。踊ってみせて。よーし、ナイス。いいね。効かないぜ。シャラキ。ああ、これが強いんだよな。だから攻撃した意味がなくなるんだよね。寝てろ。これぐらい。よっしゃ。おとなしくしなさい。と。なんとか。それ。どうぞ。なんとか頑張れ。引き抜け。パンプアップする前に。はい。こいつは痛いよ。よし、ナイス。受けナイス。オッケー。まだ。そうだよ。ああ、やりましたよ。よし。最後はじゃあどうしようかな。この人一回も戦ってないような気がするんだけど。どこへでもひとっ飛びですよ。これで了解です。あれしようか。お力になります。なんかないかな。なんもないよ。ちょっとじゃあこの舞台は一旦ここで待機だね。よし、よし、到着した。目的地に到着です。あれ、俺が相手来るなら来い。頑張ってください。いけるいける。よし、じゃあフラウ隊でとどめを刺しましょう。しかも先制攻撃です。どうしません。やるわ。悪いものは消す。でやっ。もうあんまりいらんかったね。サンドスコーかき乱す。一掃します。これならどう。今だ。デックスのね、攻撃力がね、ちょっとないんで。気をつけなさい。危ねえ。だからもうこのパーティーは食らうだけなんだよ、ね、この調子でいきましょう。攻撃する。まだ伸びしろがあったようです。もう一人あれかな、アタッカーが入れば相当強くなるかもしれない。
ヘビ、ん？ヘビスマッシュ？ヘビースマッシュ？敵一列に攻撃する。対象に気絶を付与する。ヘビースマッシュ。これいいじゃないですか。あー、行動速度がマイナス10か。ヒットポイントプラス20。これバーサーカーかな？あとはオーバンとかね。あの辺に戻せようか。よし。エルトリンデ、君に会いたいという者がいるんだ。あら、どなたですか？驚いたろ。これには事情があって。なぜあなたがここにいるの？カラダミア。怒りはもっともだが、話を聞いてやってくれ。心配していたのよ。無事でよかった。エルトリンデ様もよくぞご無事で。おそばにいることができず申し訳ありませんでした。待ってくれ、どういうことだ？つまり全部嘘だったのか？全部ではない。私が巫女の近衛だったことは本当だ。それじゃあ過去にしでかしたことは？その部分はデタラメだ。ガラドミアが私を売るようなことは決してありません。しかし侵攻時に城を離れており、巫女をお守りすることができなかった。その後も城に近づくことは許されず、おそばに戻ることはかなわなかった。なぜ俺たちに嘘を？ゼノイラ軍も大半は元コルニアの人間だ。そしてそれは解放軍の君たちも同じ。君たちが信用に足るかを見せてもらうためだ。試すようなことをして悪かった。ごめんなさい。彼女は悪いエルフではないのよ。ただ用心深すぎるところがあって。なんだよ、内緒にするの大変だったんだぜ。まあ認めてもらえたのならよかったよ。よかった。一回敵にやられていなくなった時はどうなるかとかと思ったけど、まあまあ良かったですね。はい、それでこちら側も多分ね、行けなかった砦のとこなんですよね、これおそらく。はい、よっしゃ、ガラドミアが解放軍に加わりましたと。妖精の弓隊結構いるね。3部隊ぐらい、3人ぐらいいるんじゃない？ここね、ここ確か通れなかったんだよね。そうだね、エルトリンデが開けてくれたという、そういう体かな。でこれね、もともとこっち側に来てたところなんで、まあ、別にここが通れるようになったからといって何かあるかということではない。ちょっと散策しましょうか。この辺新しく開放した町なんかもあるので、納品、あーダメだ、納品ができない。フグは技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいな。魔術師の、メダリオン、これ結構ね、ちょっと買っとこう。いいものを選んだな。風立ちの刃、これソニックブームっていうやつですね。
これも1個買っとこうか。一応ね1個持ってるんですけど、まあ、とりあえず買っときましょう。いいものを選んだな。でシルバーバンクル1つ買っとこう。いいものを選んだな。あとはこれもね6個あるからね、もういいか。気が向いたら。よし、あとこの辺とかもちょっと散策しましょうかね。よし、天のかけらも1つ取れた。ちょっと待って、ここあれじゃない、これあれだね、多分掘削場だね。あ、やっぱり各大陸というか各地域に掘削場1個ずつあるんだね。でまたここであの宝の地図を掘り出さないといけないんだ。まあやりましょうか。はい、うわー、ちょっと費用はだんだん上がっている。よっしゃ、あれ必殺技出したのにダメだった。よっよっ、なかなか出てこねえな。あれ、あ、エルヘイムの地図1を手に入れましたね。よし、多分いつもと同じであれば5まであるはずなんですよ。じゃちょっと5までやりましょうか。はい、これ真ん中で止めると力がつくんですよね、多分。あ、ひかさ、ひさざだ。で、たまに、あの、なんだっけ、天のかけらか。あれがね、見つかる時があるんで、それが非常に、あ、嬉しいんですよね。で、よっしゃ、ひさざだ。あ、今、天のかけら出てきたんじゃない？あ、俺がいるとこだ。あー、終わった。あ、手のかけら1個出ましたね。でも地図は見つからなかった。なかなかそう簡単には出てこないということかな。今1だけ行ったっけ。もうちょっと向こうの方行きましょう。え、これ下手くそや。あー、ダメだ。よし、今地図出たんじゃないですか。ひさざだ。そう、うまくいかない。よし、え、ひさざだ。あー、あんまり、いや、ダメだ。うう、がーない。どこや。あ、ちょっとあった。え、よし、もう一丁、もう一丁、もう一丁。ダメか、ダメか。砂時計が出ると時計が少し巻き戻る感じですね、多分。あ、2が手に入りましたね。ちょ
っと5まで行きたいですね。その間に天のかけらがもう一つぐらい手に入るといいんですけど、ないのかこの辺は。よし、ここだ。もうなくなった。なかなか出ないね、ここ。よっしゃ、巻き込むか。いや、ない。ないぞ。全然ない。ちょっと。あ、ここはどうだ。ないか。いや、ない。ちょっと。こっちか。ここか。ここだ。ここだ。どうだ。あー、微妙でした。くそ、これ絶対ここだな、俺がいるとこだ。よっ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 。どうした？キサザだ。オッケー。いや、ないぞ。ないぞ。いや、ない。ちょっと、キサザが出てんのに。なんでないんだ？ここだ。あー、何してんのよあ、でも3が手に入った。多分5まで、あと2個。この必殺技の出すタイミングっていうのがどこで出すのが一番いいのかよくわからないんだよね。今必殺技って出てるんですけど、ここで出していいのかどうかわからないんで。出せ、必殺技だ。あ、砂時計。サクだ。よし、また必殺技が出てるけど。よし、サザー出せ。ダメか。あと必殺技が。よっよっ、必殺技だ。タイミングが違うんだよね、多分。あー、ダメだ、出ない。もうやめようか。まあ、あの収録外でまた根気強くやっときますよ。はい。で、さっきあった町にちょっと戻りましょう。はい、どこだっけ、これか。納品ちょっといろいろ集めたんで、あ、いけますね。ちょっと納品しましょう。でね、やっぱり人が足りないんですよ。だからね、まあ、さらにちょっと人を雇わないといけないかなと思ってますね。ここはさっき仲間になった、ガラドミアに任せましょう。で、ブルヤさんは技物を揃えているつもりだ。ナイツシール気に入ったものがあればいいが。ガード向こう、あ、ガード向こうじゃない、気絶向こうか。まあ一応買っとこうか、これね。いいものを選んだ。あー、これだね、ヘビースマッシュ。さっきもらったやつ売ってますね、1個。もう買っとこうか。2個ぐらい使う可能性あるしね。あとはいいかな。気が向いて、いい判断だぞ。これで一通りこの辺散策したかな。
あーでもまだハテナがあるな、ここちょっとハテナがあるね。ハテナのとこ行ってみようか。どうやって行くんだろうね。これ、あ、この中か、これか。あー、これ石板だね。石板のクエストだね、これね。まず四季を探さないといけない。もう一個向こうにもある。あー、あれも石板っぽいな。四季ってどこにあるんだろうね。ちょっとまだ四季を見つけてないんで、石板を訪ねて回っても意味がないのかな。こっち側、あ、そうそう、ここで一人雇おうか。で、雇用するにはこういう風にして、例えばウィザード、あ、雇用志願者がいない、じゃあまあハンターでいいかな。もうここで決定するとこの人が仲間になってくれます。期待するなよ。よし、こっち側は一回行けないんだね。あそこになんかあるな、こっち。あー、ここまだ行ってないもんね。で、もともと目指してるのは確かここなのかな。次ここ行こうか。なんか大きな、城塞都市があるので、ここ行きましょうかね。これ次回やりましょうか。ちょっと最後ここ行きましょう。さっきアイテムが足りなかったけど散策したんでどうですか。あー、まだ無理か。これなんか特殊なあれだね。もうちょっと進まないと無理なんだろうね。確かね、さっきの石板のやつってこういうなんか塔みたいなところに行くとヤーナが探し出してくれたんだと思うんですけど、まだないね。多分どっかにあると思うんですけど、ちょっとまだ探し出せてないのかな。まあ結局最後の方でしかやらないんで、まあこのマップが、マップっていうかこのエルヘイムのクエストが大体終わるぐらいでもういいんじゃないかなと思いますけどね。まあそんなに武器に困ってるわけでもないですしね。これでいいかな。はい、まあまあいいでしょう。じゃあまあ次はこの辺りから始めていきましょうか。もうちょいですね。あとこの西側のこの部分だけなので、なんとかの塔っていうところまで行かないといけないってなんか言ってましたもんね。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。